皆さん、こんにちは。歌い手の伊藤大輔です。えー、私、今年の7月ぐらいまでですね、えー、約1年間、えー、レイマンズフォレストというインターネット配信番組を、えー、させていただいてたんですが、まあ、視聴者の皆さんからいただいたリクエストに、えー、平日毎日僕はお答えして、演奏して、おしゃべりしてみたいな番組だったんですが、えー、このレイマンズフォレストは、まあ、チャンネルの一つとしてやっていたんですが、まあ、サウンドステイツというですね、大きなインターネット配信番組。 コンテンテツその中の一つとしてやらせていただいてたんですけども、まあ、このサウンドステイツさんにはあのこの『レインマンズフォレスト』以外にもライブをね僕のコンサート収録してもらってそれを配信してもらったりとかアジアを中心とした魅力的な音楽家を紹介するっていうねコンセプトの番組なんですけどもそのサウンドステイツがなんと今年で10周年おめでとうございます。 お世話になっております。すっかりね。えーまあ、そんなお祝いの年でございますけども、えー、来たる10月10日、えー、今年のね、もうすぐでございますけど、アニバーサリーコンサートが行われることになりました。えー、品川の、まあ、プリンスホテルの中にあります、クラブ X というですね、僕も過去に一度お客さんとして行ったことがあるんですごい素敵なラグジュアリーなね、えー、会場なんですが、そこで行われるということで、私もなんとレインマンズフォレストというこの番組として、 え、出演させていただくことになりました。えー、今回の、まあ、10周年記念コンサートのコンセプトが、100年残したい名曲という、えー、ことで、まあ、1年間いただいたリクエストの中から、さらによりすぐりの名曲、100年残っていくだろう、残っていてほしいという、えー、曲を僕が選曲しまして、当日お送りしたいと思っています。えー、番組の中でも毎週金曜日に、 えー、ご一緒してたもう相棒ですね、えー、シンガーソングライターの古沢武く君と何回か番組にも遊びに来てくれて、えー、演奏も一緒にしてくれたピアニストの永田丈く君この2人をゲストに迎えまして、えー、僕のコーナー第1部レインマンズフォレストというコーナーとしてお送りすることになっていますそして第2部はですねもう言わずと知れた世界的なピアニスト栗谷誠さんのグループが登場します レイマンズ・フォレストにも対談のゲストとしてお越しいただいたりとか、演奏も何曲かご一緒させていただいたんですけども、本当にもうお話を伺っていて、もう存在そのものが音楽というか、非常にエネルギッシュで、そして何よりもう華やかというか、これ音楽家としてすごく大事なものだと思うんですが、とっても華やかな方で、いるだけでこうなんかパッと、あの明るくなるような、 えー、素敵な方でございますのでまあ僕らのレインマンズ・フォレストコーナーはですね、まあ、番組の雰囲気そのままにちょっとまあねシックなちょっと夜の番組みたいな感じでやってたのでちょっと渋めにお送りして華やかなクリアさんのコーナーにつなげられたらいいのかななんて、えー、思っております、えー、クラブ X さんまあ,あの広い会場ですしあのまあねこんな世の中ですけれども感染対策等をしっかりされて いいると思いますすので安心ししてね、まあ、ご都合の許す方はぜひお越しいただけたたらなと思ってまますまた今回制作チームスタッフの皆さんももう記念コンサートですから大変力を入れて、えー、いらっしゃるみたいです照明もすごいあの凝ったものが、えー、用意されてるみたいですし、えー、僕もすごく楽しみにしております、まあ、このコロナ禍でねなんか音楽,と音楽とか芸術とかって、まあ、どのぐらい必要なのかとかってね、まあ、やる方も 受け取る方もなんとなく考えさせられる2年間ぐらいだったと思うんですが、やっぱりずっと残っていってほしいものだし、やっぱり必要なものだと僕らは信じて発信していきたいと思っているので、えー、しかもね、サウンドステーツ10周年のお祝いですし、ぜひ僕らの音楽を受け取りに来ていただきたいなと思います。えー、番組サウンドステーツも100年続きますようにという願いが込められていますので、ぜひ皆さん駆けつけてほしいと思います。会場で ぜひお会いしましょう。